ドヤ。今日はどこですか？はい、今日はですね、北辰巳にやってまいりました。はい、はい、今日はどういったお店に？ですね、あの店は今シリーズ第4弾ということで、はい、今日はちょうどね、6年半前ですか。6年半前、はい、かなり初期ですよね。かなり初期で第6回で伺った資源さん、はい、じゃあ、はい、焼きホルモンのあの資源さんですね、はい、で、まあ、いろいろ、まあ、いろいろあったということで、じゃあこの6年半の間に、はい、わかりました。じゃあもう早速行きましょうか。はい、こちらですね、はい、炭焼き串ホルモン串源さん、はい、久しぶりに行きましたね、はい、もう早速入らせてもらいましょうか、はい、ご無沙汰してます。あ、どうもどうもどうも。6年6年半ぶりやんですよ、はい、もう始まったすぐぐらいに来ました。お元気そうで、はい、なんか見られない方もこうやってね、そういらっしゃったりして、もう2代目ですわ。あ、僕の2代目、はい、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そしたらちょっとまずは、生ビールをいただきます。はい、生一丁、はい、ありがとうございます。せんまやったやろ。じゃあまずは生ビールいただきます。生ビールドヤ。でもね、このうちにカメラが作ったね、一品がもう揃ってます。はい、はい、いただきます。一品？揚げからいってるの？揚げからいっていい？はい。揚げもおいしいです。いただきます。うん。突き出しいろいろ。おや。なんかスタッフの方もいや若返りしはって、ほんまですわ、ね、若い子ばっかり、ね、世代交代、世代交代にもちょっと度が過ぎますよね。すごいな、もうなんか学園祭の模擬店みたいになってますね。ね、みんな高校生とかですか？そうです、10代多く多いです ね、 ね、ご主人ね、前取材回ってさせてもらったらしばらくしてからちょっとなんか体の調子がされたみたいなのを聞いたんですけど、どないしはったんですか？脳腫瘍で倒れたんですよ。脳腫瘍、はい、そんな脳腫瘍ってそんな倒れたんやって軽く言われる病気なんですか？もうこれ以上もなくない。ほんまですか？手術しはったんですか？手術、解凍手術した、全然なんともないじゃないですか。ないない、そんな普通そんなことないですか？はいはいはい、そうですか。そのどっか後遺症がなんか出てきたんじゃないですか？うん、全然変わらず、はい、相変わらず遠く、ただちょっと疲れやすいわ。あ、そうですか、うん、まあでもね、あって2代目がね、そう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 、やってくれて頑張ってくれてるんですね。ちょっとやれたんですね。やれな、ちょっとゆっくりさせてもらって、ゆっくりさせてもらって。そしたらご主人ね、僕、うん、そろそろ注文生ものからいきたいなと思うんですが、はい、生身のと、うん、生心臓と、うん、チゲセンと、はい、はい、これお願いします。よっ、はいよ、生身と生身のです。はい、はい、美味しさです。生身のドヤ。うんうんうん、あ、うん、これうまいです。うん、生心臓ドヤ。あれで一緒に食べてもらう。はい、はい、チレと、はい、美味しいです。美味しそう。いただきます。うん、これ一緒に食べたらほんま最高ですね。チレセン、どや。このチレのこの
ね、うまみとこの歯応えが一緒になって、これはすごいね。うん、これやっぱり例の秘密のルートが入ってきてるんですね。ね、秘密のルートどや。ね、この後に前回はね、確かね、僕生ギモン食べたような気がするんです。生ギモンさすがにあかんね。あかんからね。まあでも十分ね、これで生ものね、はい、あの美味しいの味わえるんで、これやっぱ人気あるんでしょうね、うん、やっぱりチレ、これ一緒に食べるとやっぱりご主人のアイデアですよね。そうそうそう、美味しい。6月より金土日限定で12時より営業させていただきますよ。これはランチからやったんですか。ランチ、おーおー、こいつが頑張って。おお、ランチやってるんですか。はい、どんなメニューでやったの。いや、普通に結構この生もんとか多いんですけど、うんうん、スープ類とかも食べていただきたいな、うん、ほうほうほう。結構串とその生もんで終わっていく方も多いんで、うん、だからこうやっていきます。やってる。金土日しか食べられへんテールとかもあるんで。あ、そうなんですね。はい、またいつでも。テールスープもね、始まったんですね。はい、2回目張り切ってますね。ここいらがもう死ぬ勢いでもう仕込みしてくれてる。あ、そうなんや。ありがたいことになるほど、支えられてるような頼もしいね。あ、ほんまですか。ね、よう顔も似てはりますね、ほんまに。そしたらですね、小袋をね、はい、美味しかったんで小袋をいただきたいんですけど、たたきと、うん、あのぶつ切り、ぶつ切り、はい、お願いします。うん、これこれね、そう、うまい。夏場もね、最高ですね、はい、これ氷入ってちょっと冷たくてね。小袋たたきとや。小袋ぶつ切りとや。これも食感がまたね、コリコリしてる、コリコリね、うまいですね。ここでね、うん、あのアンケラスの西尾君さんは働いてはったんですよね。働いてた、働いてた、ね、今裏ナンバーで、そうなんですよ、あの店で取材行かせてもらったんですよ、はい、裏方の方で頑張ってくれる。あ、そうなんですね。そうですか、そうですか、いいですね、ここで巣立っていってくれてね、うん、めっちゃ嬉しいわ、あのもう、うん、ほな、そろそろ焼き物にね、行きたいと思うんですが、いいよ。まず油身の方がいいんちゃう。おすす、脂身は家に、あ、そうですね、脂身割れですね、はい、はい、前も脂身いただきました、ね、そう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 、うん、前回と同じで、まあ、脂身とのど肉と蜂の巣と、うん、はい、そこまでお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。2代目がやってくれるな。そうさあどうですか、だいぶ役に上手になられました。まったくな。あ、そうですか、うん、じゃあまだお客さんに今は言われるわ、あっ、とマスターの先代がよかった言われるんだ、ね、しゃあないな、それは、それはしゃあないですね。はい、どうぞ。 ありがとうございます。脂身です、はい、どうぞ。これ食べます。はい、ありがとう。うまい。脂身、脂身どや。いや、お父さん2代目焼きうまいです。うまいでしょ、うん、ねえ、めっちゃ美味しい。厳しく見てるよ、はい、お父さんはやってるからね、いつも見てます。蜂の巣もいける。蜂の巣いける。それも水分取るわけ。どうぞ。はい、ありがとうございます。蜂の巣です。はい。仲いいですね。はい、あ、ほんまやわ、いろいろ、うん、タイミングバッチリ、はい、うん、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。
蜂の巣ドラ。うん、美味しいな。のど肉で。ああうまい。とかなんて、ではおすすめ他にありますか。タン筋があるな。タン筋、うん、タン筋もメニューないですよね。はい、じゃあそれをお願いします。タン筋いうのはどこの部位になるんですかね。あの根っこのね。はい。あの紐みたいなのが、あの日本あるんです。はい。それで釣れますね。そこの根っこ。タンの根っこ。今日はたまたま。たまたま。秘密のルートで。秘密のルート。秘密のルート気になるわ。うまい。うん。タン筋どや。じゃあね、ちょっともうどんどん行きたいんですけども、はい、ね、赤線と、はい、耳下、うん、耳下と、それからさっきもちょっと生でいただいたミノもね、ミノいただきたいんで、はい、お願いします。ドヤ、耳下ドヤ、二のドヤ。そろそろ締めたいなと思うんですが、おうおう、ご飯物でこの串幻丼っていうのはちょっと僕気になるんですが、串幻丼言うたらね、どんななんですか。卵の黄身のして、うん、もやしのして、うん、キムチのして、うん、でネギのして、うん、美味しいです。結構人気です。あ、そう、うん、で豚肉のしね。あ、豚肉ね。うん。あ、これ絶対美味しいわ。美味しいで。美味しいで。まかない料理から始まる。あ、そうなんですね。これは絶対美味しいわ。うん？うん？串幻丼どや。代替わりしても変わらない資源の美味しさ、ありがとうございました。最高でした。嬉しいですね。ね、これあの番組のですね、ステッカーでして、はい、ここにも実は1枚ね、はい、前回6年販売したやつが貼ったんですけども、この上にちょっと貼らせていただいてみましょうか。お願いします。はい、喜んで。ありがとうございます。この2枚貼ってる店は今初めてですからね。あ、そうなんですね。はい、他の店は全部、ね、なくなってるんですよ。はい、寿司源どや。久しぶりに来ましたけど、やっぱりどれもこれも美味しそうですね。美味しかったし、なんかいいね、親子でいい感じでやられてるんで。そうですよね。はい。じゃあこの後はどちらへ。ちょっと久しぶりの生野区なんで、はい、ちょっとこの周辺調査に行ってきたと思います。調査ですね。はい。わかりました。じゃあまた次回も美味しいお店教えてください。はい、行ってきます。じゃあ気をつけて行ってらっしゃいです。